てか普通に北条の方が強い、この感じ見るとなんかそんな気しますね。ただまあ一旦これ別の方向からやってみようか。あ、でも一部隊しか変わんねえんだ。ちょっと戦争前に戻しました。合戦でもよかったんですけど、一旦これこのまま行った方がいいということにね気づきましたんで、このまま行きます。陣を構えよ。我が軍略の前に敵はなし。普通に軍このまま放置しててもタイミングとしてはどっか引くほかはなし。みんなが減ってからで全然いいんで。はい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 、23,000体。23,000ね、出てきてほしいが、この1万人の軍を出したいとこ、柿崎軍1万もいいんじゃん。こいつ絶対出るべきだろと思うのは私だけでしょうか。ちょっとこれ良くないね。一旦上戻して、5000人待ってからにしましょうか。いいですね。よいしょ、これでいきましょう。戦だ、暴れてやるぜ。22,000、まあまあまあ、でもさっきよりマシだな。我が軍を示す時が来た。これでどう。18,000、まだきついか。我が軍を示す時が来た。だいぶきついですね。皆の者、城を攻め取れ。そして金銭収入めちゃめちゃ上がったんですが、いろいろ外れちゃってるので今すぐ必要なものを取っていきます。当時は必要。まだ取れる、こんなもんですかね。敵将、我が手に落ちた。よいしょ。じゃあ一回してあげてと。この1万人は結構仕事できそうですな。戦が始まる。こんだけ兵がいれば。でどう。まあいいや、一旦軍は出さずに置いときましょう。戦が始まる、備えよ。もうできればね、できればその1万人が動いてくれって感じなんだけど、意外と動かないですね。まだ何を待っているのか。内方川越、この1万は欲しいよな。まあ、でも今できることはないですね。うわ、武将レベルが、お、上杉に降伏？ちょうどいいですね。太田城、兵どもよ、陣を構えよ。これはいい、非常によろしい。陣を構えよ。ここまでか、下がれ。 OKOK、 頑張りました。無理しちゃいけないね、てかあれだ、絶対影勝の軍組頭入れてないの原因なので、組頭を入れて再度挑戦ですね。ありがたき幸せ、もったいなかった。まあ武将も60超えの武将たちで悪くないぐらい強い武将ではあるから、いけると思うんだよな普通に。こちらに。じゃあまた軍開発外れてるのだけ入れとく。なんか商人の力がめっちゃなくなってますけど。行くさぞ、陣を整えよ。兵6000ね。この城は我らが落とす。本当はこの辺持続吸収でゴボって取れると楽なんだけど、全然吸収できない。陣を整え。まあでも北条はさすがにやっとかないといけないね。これは
この北条はやっとかないと。さあ行くぞぞ。ちょっと話にならない。北条家やりましょう。お、影虎隊優秀。強国寺まで取ったわ。感謝いたします。もともとでもうちが持ってたのか。ここまではじゃあ行きますか。遅れるでないぞ。戦が始まる。これで行きましょう。あともう君らが動き出して真ん中この1万人動けるでしょう。君はこの城もらい受けました。落としたの。優秀だな。一旦北条と戦い止めて、一旦北条と戦い止めもいいか。着陣したぞ。この感じだとまあでもまあこのままいけそうな雰囲気もある。さすがにもう北条家も結構際どくなってきてる感じするから、これはいけそう。今ここまではこう持てますかな。陣を整えよ。敵を退けます。戦っちゃってんな。早い早い。飛び出して影勝。これがすごいつか。まあぶっちゃけぶっちゃけどうとでもなる。やりましたぞ。21000、微妙いな。普通に米なくなってなくなってくれそう。我が軍略の前に兵糧切れになるだこいつら。野戦となる。陣を構えよ。ああ、まあまあまあ十分じゃない。戦の支度だ。引くしか手はないか。よいしょ。天命には逆らえぬか。天命には逆らえぬよ。さあいい。お使いできません。よいしょ。拾った命無駄にはせん。で結構我が軍略の前に敵はなし。これあれか、俺分かった。なんで従属吸収できないのか。こういうことですね。始めます。多分こっちですね。原因は従属吸収できないのは皆の者、城を攻め取れ。維新が足りないと見た。戦が始まる。備えよ。で維新貯めればいけるはず。不覚をと戦に散るが武士よ。よしよしよ。声を上げよ。戦とりあえず軍出しとくけど。あ、いいね。太田原城も行ってる。あー優秀。皆の者、城を攻め取れ。この1万人マジで動いてほしいな。この恥注いで見ず。よいしょ。ああもう終わったか。戦が始まる。備えよ。まあ頑張ってもらうしかないけど。城攻めを始めるぞ。いいね。これだいぶ上がってんじゃない。行くぞぞ。腕が鳴るわい。こんだけ人テキパキ動かしまくりゃね。じゃあ人入れてあげよう。恩に来よう。遠藤さんって方ですね。よいしょ。攻めよ。で浄化施設も忘れちゃダメと。ああ忘れられてますね。委任が入ってないですよ。でもこれあれか。ん？あ、いいのか。さっき金銭取れたからだね。まだまだ建てんのいっぱいあんな。こう見てると驚くぐらい必要なものが取れてない。よいしょ。じゃあこれでいきましょうか。で強い武将をもっとゲットしたいんですが、どうですかね皆さん。やる気あります？回復させんのに。戦が始まるぞ。まあ4000しのぎきれるかみたいな。退くしかあるまい。余裕言ってるからな。
影勝隊はまあ仕事、これが仕事みたいなところあるから、準備を万端整えよ。あんま特に本気でやる必要もない。声を上げよ、戦ぞ。よで、ああまあほんとここいらない城だね。じゃあとりあえず軍事進めますか。遅れるでないぞ。よいしょ。帰るとするか。ようやく北条も北条帝国も終わりを迎えてちっちゃくなりつつあるけど、いやここまでですら結構長かったと思うんだよな。威力支援入れるか。申し上げまする。野戦となる。まあ普通に国力差が出てますね。声を上げよ。十分に出てる。北条も序盤の1万人はあったにせよ、それ以降の攻勢には全然対応できてないですね。よいしょよいしょ。皆の者、戦の支度だ。意外とどうにかなるか。腕が鳴るわい。皆の者、戦の支度だ。おお、いった。ついに動き出したその3万。我が手にて付いたり。でどうなのこれ、6部隊微妙い。我が志は残る。さらば。内地に多いな。手に入れるぞ。6部隊ね、飛ばしてもいいけど飛ばす必要もないという。お断りいたす。綱重欲しいな。礼を申し上げる。もうちょいのんびりやりましょうか。城を囲め、攻め立てよ。ザクザクと口を死んだ引く取っていきましょう。上杉とは相入れぬか。国衆取り込み出てんの嬉しいね。敵兵我が手にてついえたり。どう、城を制しました。君たちの官位が高すぎて全然吸収されていかないんだけど。お断りじゃ。後で食いても遅いぞ。後で食いても遅いぞ。我が武を示す時が来た。まあ、とりあえず北条をやるところでしょう。北条はやらんといかん。いいですね。使えられます。三崎城とか届くんだね。野戦となる。ここ取ったことによって結構兵は出しづらいから小田原はすごい取りやすくなったんじゃないかなとは思うけど。みんな戦に備え。よいしょよいしょ。これで最後。兵を奮い立て。いいね。戦ぞ。順調に削れてる。布陣を始めよ。敵将取り押さえとる。よいしょ。お、小田宇治春先輩じゃないですか。不死鳥と呼ばれそうと。戦国最弱の大名っていう呼び名もあるけど。お聞きいただきたい。あ、大道寺直津。大道寺って結構北条の中で強い武将だった気がするんですが、裏切られてますね。感謝いたします。あ、武将に育ってる、嬉しい。ありがたき幸せ。こういうのはもうガンガン入れてってあげましょう。使えるとするか。まあ軍これだけ突破してるとなかなか強くなってくれるんじゃないか。野戦となる。陣を構えよ。よいしょよいしょ。着陣したぞ。いいねいいね。戦に備え。十分十分。これぐらい削っていけば。さあ行くぞ。腕が鳴るわい。十分仕事できてますねこれは。なり高い、いいね。83、姫なのに高い。敵兵我が手に手ついえたり。ザクッと言ってください。始まる。備えよ。織田家より交渉に応じつとの使者が。ほう、次は勝たせていた。笑う。全然いいんだけどさ。攻め落としてみせた。いいね、工場を突破できた。武田勝頼
ちょ待って、なんで武田勝頼裏切っていたのか、いつの間にか。俺しかも家宝まで上げた記憶があるんだが、まあいいか。姉が工事亡くなった。攻め落としてみせた。吸収できそう、普通に。呪術吸収したいね。結構金銭がこの家全然ないから、考えがあります。そこだけは注意しないといけないんだけど。よいしょ。じゃあ稚魚を適当に入れましょう。強烈至極に存ずる。大官ちゃんと育ってるんだよね。妖怪の喜びぞ。こういうのをちゃんと入れて金銭収入上がるように内政強化させないといけない。そういう話ですね。ありがたき幸せ、ありがたく存じ。全然育っ入れてるんだけど、死んでるからなのか何なのか分かんないけど、めちゃめちゃ人がたまんないですよこの家。恩に来ます。感謝。まあでもこの上なし、ありがたいの。関東の優秀なやつらをちゃんとゲットできてるんで、まあいいんだけどさ。ありがたき幸せ。やっぱ上杉関東ってつらいな。兵が全然出ない。貴殿のある人は織田家とかでやってる時ってなんか優秀な武将めちゃめちゃ持ってるぞみたいな状態からスタートするんだけど、今のこの感じ見てもまああんまいないもんね。戦が始まるぞ。まあこっちは誰か取るでしょうという甘い考えのもとこっちにしてみる。今です。古賀御所誰も攻めてないもん。敵将打ち果たしたり。よいしょ。野戦となる、陣を構えよ。城を制しました。玉縄も取った。いや順調だな。玉縄まで行ったか。腕が鳴るわい。あ、いいね。金銭収入上がる。で内政系取れるようになったんで取りましょう。でまだ金あるよね。金ある、あるんだけど、楽一楽座まで取っちゃうか。楽一楽座若干金銭収入増えんのか。まあでも若干だな。よいしょ。謹んで受け止まります。謹んで受け止まります。戦となる、婦人を始める。じゃあここ取りに行きましょう。あれ兵が、あ、まだ軍備溜まってないね。でも兵数自体はそこそこな人数溜まってくれてるんで。出陣いたす。古賀御所行ったな。攻め落としてみせた。多分大丈夫だと思うけど。お断りする。三壁岡江節祭、同じ節祭でもこっちの節祭は意外と普通の節祭、兵を奮い立て。強くない方ですね。あ、うちに対する威信が全然。で、とにかく先輩、ちょっといっぱいいろいろやっときましょう。戦が始まるぞ。ことのほかできることが多い。野戦となる、陣を構えよ。ザザザザって言ってるけど、もうこうなると何もできないよね。工場家見てて終わるな。感謝いたします。よいしょ。見てて終わるんだけど何もすることなくなっちゃった。貴殿には使えられるな。なんと一応メイン部隊で軍出しておきますか。いや、いらないって言ってるもんな。名の者、戦の支度だ。よー、鉄壁の城もこうなってるしね。陣を構えよ。順調です。でちょっとやっぱ吸収できないのはおかしいので、呪族吸収出なさすぎてめんどくさい。戦となるぞ、婦人を始めよ。城は回収していこうかな、こっち側で。めんどくさすぎますね。うん、
城攻めを始めます。あ、まあそれか、織田家切っちゃう、織田家切っちゃうルートはねかなりありなんですよ。忘れません。でも織田家切っちゃうルートするんだとしたら、もうちょい北条をどうにかしないといけないので、どうにかしましょう。そうですね、織田家切っちゃうルート行くにしても、戦の始まりぞ。あー、ようやく出た。これはでかい。これで織田家の進行ルートが増えたんで、ここ取りに行けるもんね。郡上八幡と、まあ、飯田城あたりから攻めてく部隊と分けていけるんで、これは強いでしょう。承知しましたぞ。兵糧支援とか入れとくか。攻め落としたり。よしよしよ。小川御所も突破ですね。縄を打て。いや、十分十分。甘いです。どう？北条終わる？ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。